せいでについてレッスンします。この文型は何か悪い理由、悪い原因があって悪い結果となったと言いたいときに使います。例えば皆さん、あなたのせいですよ、 It's your fault と言われたことはありませんか？これは何かトラブルや問題があって悪い結果となった、あなたの悪い原因で悪い結果となった、あなたのせいですと言いたいときに使います。あなたはナウンですね。なのでナウンプラスのせいです、あなたのせいですね、使います。じゃあ別の例文を見てみましょう。どうしよう、寝坊しちゃった、9時から授業があるのに。市川さん、遅刻ですよ、どうしたんですか？先生、すみません、寝坊したせいで授業に遅刻してしまいました、すみません。寝坊しました、これは私の悪い原因ですよね。悪い原因がありました、その結果悪い結果となりました、遅刻してしまいました、寝坊したせいで遅刻してしまいましたとなります。じゃあもう一つの例文を見てみましょう。どうしたんですか？実は昨日テストがあったんですが、テストに合格できなかったんです。全然勉強しませんでした、全然勉強しなかったせいでテストに合格できませんでした。全然勉強しませんでした、これは私の悪い原因ですよね。その結果テストに合格できませんでした、悪い結果となりました、全然勉強しなかったせいでテストに合格できませんでしたです。フォームはショートフォームプラスセイ、ショートフォームプラスセイでの形で使います。でもエクセプションがあります。なアジティブとナウンのショートフォームは something だですよね。でもこの文型の時、なアジティブプラスな、ナウンプラスのの形で使います。例えば病気のせいで最近食欲がありません、仕事が大変なせいでとても疲れていますというふうに使います。皆さん、今日もレッスンを見てくれてありがとうございます。なんとチャンネル登録者が1200人になりました。イエーイ、いつも見てくれてありがとうございます。これからも新しい文型をどんどん教えていきたいと思いますので、ぜひ通知をオンにしてチャンネル登録してください。今日もありがとう、またね。Thanks for watching. Please remember to subscribe and turn on notifications.